兄弟姉妹おはようございますそれではローマ人への手紙今日は第26回目になりますがいよいよ司会の兄弟もおっしゃってくださいました通り一つの新しいステップの中に入っていきます今日は12章の1節と2節最初の2節だけを取り上げてご一緒に考えたいと思いますこの礼拝ということをテーマに 学ぶならばまさに何回ものシリーズになるぐらいのテーマであると思いますけれどもまこのローマ字の手紙におけるここでパウロが語ろうとしていることは何なのかということをご一緒に考えるという意味でこの箇所から礼拝について今日は考えたいと思いますテーマはふさわしい礼拝ふさわしいというのは主にあって救われそして主の群れに加えられた私たちにとってのふさわしさというテーマで ご一緒に考えたいといととうことです、えー、それでは、えー、このふさわしい礼拝という内容に入る前にこれまでの流れとそして現在地について確認したいと思いますけれども、えー、ローマ人の手紙は3つに大きく分かれていました1章から8章までは神の救いに関する教理が書かれていましたそしてこの救いに関する教理は、まあ、いわゆる「義人そして聖歌「聖か「栄」かという そのステップでその順番に書かれている信仰による義をまず私たちは得なければならないその義人に関することそしてそのように主によって義と認められたものは主の御霊を私たちのうちに内住するものとされているというところから成果されていくという歩みを主は与えてくださる今日またそのことについても考えたいと思いますけれどもそして八章の ところではさらに私たちの体が贖われることを私たちは待ち望んでいるということで栄華に関する神の救いについて考えました義人とそして栄華は一方的な神の宮座ですしかし聖歌に関しては私たちがどれほど主に対して求めたかそしてまた、えー、努力という言葉が,がふさわしいほどに 私たちが努め励むことによって成果されていく成果する働きは神ご自身の恵みの働きですがそれを求める私たちの側にも実は主のその身腕を動かすための動機があるということを考えてきましたそして9章から11章前回までご一緒に考えてきたのはイスラエルという一つの民族が神の前に義とされるということに関して。 特に異邦人との関係の中で考えました。イスラエルは立法による義、行いによる義を追い求めたために、それのそれに到達することがなかった。イスラエルが堅くなりにされたゆえに、神の憐れみが異邦人に及び、今異邦人である私たちは救いに預かり、この教会に加えられている。しかし、そのように私たちが主の憐れみを受けて先に 救われたのはユダヤ人たちに対してイスラエルに対して妬みを起こさせ彼らがその目が開かれそのかたくなな心が砕かれて見救いを求めるようになるそしてやがて巫女イエス様が地上再臨されるその時を待ち彼らは改心し覚醒し救いに預かっていく。そのような神が どのようにして人に義を与えるのか最終的に神が義を与えるのは信仰を通してであるということが結論であったと思います。そして今日から12章から16章の部分に入っていきますけれどもこれまでの「教理的な部分」からいよいよ今日から「適用」の部分に入っていきます。信じる者のの実際生活そよように神に神って救いをいいをたただいた者はそれに ふさわしいどのような信仰生活を神は望んでおられるのでしょうか。神のの御心は何なのでしょうかという内容に入っていきます。え今日は一節と二節十二章の冒頭の部分だけ考えようと思いますけれども、えーまあ、2つに分けてといいますか一節と二節と、まあ、それぞれですね一、えー、つの大きなテーマとして考えたいと思いますが一節は「憐れみによる勧告」。 ここで重要なのは神の憐れみということでしたそして後半は心を新たにということを2節の中からご一緒に考えたいと思っていますそれでは早速ローマ人の手紙の1章12章の1節と2節をお読みして内容に入っていきたいと思います新約聖書の317ページローマ人の手紙12章1節と2節をお読みいたします ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによって、あなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる、聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそ、あなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、心を新たにすることで、自分を変えていただきなさい。そうすれば、神の見心は何か。 すなわち何が良いことでで神にに喜ばれ完全であるるかを見分けるようになりますこの「新海約聖書2017」ではこの一節と二節で一つの段落を構成していますけれどもまあ内容的にはまさにこの2つの一節と二節の内容というのは私たちの信仰生活の在り方を統括して語っている。 二つの説ではないかということもできると思いますというのは私たち救われた者にとって最もふさわしいことそれは神を礼拝する生活であるからですそして礼拝とは何なのかそのことを具体的に書いているのがまさに一説でそこから読み取ることは実に深くまた多いのではないかと思います二節以降は二節は 実際に具体的な歩みの中でこの世との関係において私たちがどのように神の御心に従って歩むべきであるのかその実際の歩みに既にここから入っているということは言えると思います。そのような意味でこの2つの説をですねそれぞれその内容を少しずつ考えていきたいと思います。それではまず一説からご一緒に見たいと思いますけれども。 今お読みしました通り一節の冒頭はですからという言葉で始まっていますですからという言葉で始まるということはその前に語られてきていることを受けてこれからのことを話そうとしているという接続語ですまこのですからというのはこれまでパウロがこの手紙を記してきた 1> 1章から十一章までの内容を受けて進めをなそうとしているということが言えると思います。一章から八章までは最高ども少し触れましたが私たちは罪があるものであり創造主である神の前に背を向けて生きてきたものでしたこの罪深いものが義とされるこれが八章までの大きなテーマでした。そして義とされるために必要なのは 100神の恵みにより頼む信仰により信仰るということですこの「恵み」と「信仰」というものの関係は非常に重要であって私たちが救われるために必要な条件それを満たすために神の心を満たすための条件は「恵み」100%「恵み」から出ているつまり私たちの行いは何一つ「 私たちの救いに関して義と認められることに関して付け加えることができないということですまあそれも兄弟姉妹がこれまで経験されてきた通りですそしてその恵みを受け取るために必要な神が与えてくださった手段が信仰によるあるいは信仰を通してということでしたですから私たちが神を信じたその信じるという行為そのものに 価値がありどれだけ信じられているかという私たちの信仰深さによって私たちは救いを得るのではないということです。あくまでも私たちを救いに導くのは神神のの恵みゆゆええでであり神の御業ゆえです必要なことは全て神故イエス様を通して神がなさ,りなさっておられるすでにそれは備えられているものである。私たちがするのはそれを感謝して 信頼して受け取ることだけです。その受け取ることの行為に価値があるのではなく、神が与えてくださった恵みに100%私たちを義と認めるための価値があるのである。まあそこのところはですね、8章までの間に考えることができたと思います、えー。そして9章から11章のところでは、イスラエルを例にとってこの信仰を通して。 あるいは信仰に立つ人々この箇所では残りの者と呼ばれる人々がいるレムナントと呼ばれる人々がいるその人々を主は選ばれてこの神の救いの計画が確実に実現するようにこれまでもイスラエルに対して神は取り扱ってきておられるということです。パウロはこのの手紙を書いた時点でも残り者の 神に対する信仰を持ちイエスを救い主として受け入れる人々がイスラエルの中に起こされていましたイスラエルがみな退けられて皆滅ぼされるのではなく教会がそれにとって変わるのではなくイスラエルの中に神は確実に十二部族の中にその救われた者、選ばれたものを、えー、残し続けておられるということですその人々が やがて来たるべき時にさらに神の御心に従って使わされる人々を通して信仰に導かれイスラエルが救われをメシアとして受け入れるる時が来るそして彼らはアブラハムを通して約束された千年王国のまさにイスラエルの祝福の時に入っていくという計画が記されているわけです。 この救いの動機となっているのはただ神の憐れみによるということがこの冒頭の一節のところに書かれていることでした。ですから兄弟たち私は神の憐れみによってこれが一節の限りあるということができると思います。違法人である私たちの救いに関してもイスラエルに関しても皆神の憐れみゆえの 救いをいをただくですから私たちが神によってもし哀れまれなければ到底救いに預かりうるものではないということを自分自身のうちにある罪今まで犯してきた罪今なおその肉体の中に宿っている住んでいる罪を思う時にまさにそのように言わざるを得ないのではないでしょうか。主たただあなたの憐れみゆえですということです。 この神の哀れみに関して、9章の中でこのように神はパウロを通して語られました。9章の23節、24節。しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた哀れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。この哀れみの器として神は私たちを ユダヤ人の中かららだけでなく違法人の中からも召してくださったのですこの9章は神がイスラエルに対してどのように取り扱われるかということが主なテーマですけれどもそれに対比して違法人であるクリスチャンたちに対しても神はこの憐れみゆえにあなた方は選ばれたのだということを強調しておられます。そししててこのの憐れみの器として私たちが 選ばれたのは私自身の損得の問題ではなくこの説になりますとおりつまり神は私たちをもともと主の栄光を表すために作ってくださいました神はそのような被造物としてご自身の作品として私たちを主の栄光が表れるそのようなものとして作ってくださったのです。もちろんこの体の体 えー、システムも素晴らしいしそしてまた神と交わる中でそのような罪深いものが神ご自身と交わるように神はしてくださっているまさにこれこそ神神にだけ栄光がさされる神のななった方法ではないではいしょうかそのようにして神がどれほど栄光に豊かな栄光豊かなお方であるかを知らせるために私たちは神の憐れみを受けているということが書かれていました。 そして前回やった11章の方ではあなた方はかつては神に不従順でしたが今は彼らの不従順のゆえにれみを受けています。違法人は神から遠く離れまさに不従順なものでしたが一時期イスラエルが不従順になったがゆえにれみを受けているのである。そしてそれと同じように彼らも今はイスラエルも今は あなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますがそれは彼ら自身も憐れみを受けるためです。そしてこの11章のところでは例えば32節を、まあ、前回のところですけれども振り返りますと神は全ての人を憐れむために全ての人を不従順のうちに閉じ込めた。 神のお心は全ての人を憐れみたいというお心です。愛しておられます。慈しんでくださっています。その神のお心ゆえに神は全ての人を不従順に閉じ込めました。なぜでしょうか不従順な状態から立ち返らせることがおできになるのが神の栄光であるからです。そして不従順から人を 立ち返らせることができる神の御業は御子による以外にないすべての人が御子の命に預かることができるように神はあえてすべての人を不従順のうちに閉じ込めたというのですこれが神のご計画であったですから神の知恵と知識との富はどんなに深いことでしょうかパウロは11章の最後ではそのことを覚えて神を賛美しましたですから 創世紀の三章でアダムとエヴァが蛇に惑わされて罪を犯した多くの人々はそれをなぜ神は罪を犯すような人間に人をお救いになったのかこれは神の失策ではないかとまで言う方がいらっしゃいますが実に神の深いお心がここにあったのです罪を犯さない状態でエデンの園で この肉体を持ったままずっと住み続けるよりも実に永遠の命を御子を通していただいて御子の命と一つにされて神の御子と神のことされてそして天において神と共に永遠に住まうことの祝福がどれほど大きいか神は私たちを憐れんでその栄光に預からせようとしてあえて人が罪を犯す可能性を 含んだその可能性のあるものとして救られたのです自由意志を持つものとしてお作りになったのです神はそのようにしてすべての人をあえて不従順のうちに閉じ込めたのはすべての人が巫女の命に預かることができるものとされるための神のご計画であったすべての人を憐れむためであったということが神の このご栄光ゆえのご計画だったということを私たちは知らされます。パウロはこの十二章の一節でですから私は神の憐れみによってあなた方に進めます。神はこれほどまでに私たちを憐れんでくださった。だからこの神の憐れみに対して私たちは応答すべきではないでしょうか。 これほど深い神の憐れみを受けたものとして、私たちは心から神に対してお答えするべきです。そして、パウロがこれから進めようとしている礼拝に関する内容も、神の憐れみゆえにお勧めすることです。すなわち、恵みゆえに信仰によって、これからあなた方に対してなすすすすめを受け取っていただきたい。 というのですこの具体的な適用による進めというのはともすると私たちの行いの面ががが重視されれちなことがあるかもしれませんですから人の努力によってもちろん成果という意味ではそれは必要なことですけれども私たちが行いによって何か神の前に義と認められるような方向性に 信仰姿勢ががる可能性がなきにしもあらずです特に人との比較の中で私たちはあの私はあの人のような行いはできないとかですねあの人のように何々することができないと比較をしていく中で私たちが自分自身の信仰しかも救いに関することにまで何か疑いやあるいは神に対する不信を持つようになるとするならば それはその時点ですでに自分自身のベクトルが恵みに向いていない行いに向いてしまっているということになるのではないでしょうか。ですからパウロはここでこれからいろんなことを進めていくけれどもこれも神が憐れんででくださったゆえになすす,すめです,ですからそれを受け取るあなた方も恵みゆえに信仰によって受け止めてください。 この神ご自身が私に対してくださる憐れみということを覚えるならばその受けた憐れみに私たちはそれゆえに喜んで進めに応答するものでありたいと思いますそしてその応答の仕方はあくまでも恵みによる私たちに対する神ご自身が具体的な何かをお求めになるあるいはパウロはこの後命令形で書こうとすることであったとしても それを行う力も神が恵みにによよってて備えてくださるるるのである私たちの人間的な力とか才能とかによってそれに対応するものではない神が必要な力を下さるゆえこの勧めをなしますこれがパウロ学校で語っていることです。さて具体的な勧めの内容に入っていますがそれが 今日のテーマでもあるふさわしい礼拝ということですまず礼拝から入りましょうこれがパウロが書いていることですそして最高度3見しました通りここで語られているのは私たちに求められている礼拝とはあなた方の体を捧げなさいという神ご自身のお心ですあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として 捧げなさいそれこそふさわしい礼拝であるなぜパウロはここであなた方の体を捧げなさいと言っているのでしょうか、えー、第一クリントの六章十九節二十節のところでこのような御言葉があります私たちの体というのは聖霊の宮だからです私たち一人一人のうちに御霊が与えられている それゆえに私たちの体というのはもはや自分自身のものでなくなっているという現実がすでに起こっているということがこの根拠になっています第一コリントの十六章の十九二十をお読みしますあなた方は知らないのですかあなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではありません あなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい私たちは代価を払って買い取られたこれがいわゆる贖いあるいは名だめということを表していますこの代価を払って買い取られたつまり以前は世のものでした サタンの支配下にあるものでした主権は神ご自身のものではなくて私たちは世の主権の中に生きていましたまさにサタンの支配の中にあったのです神はその私たちを買い取ってご自分のものとするために巫女の命の代価を支払ってくださったのです巫女は血を流して私たちの贖いの代価を払い切ってくださったのでした 神の前にご自身を生贄として捧げ尽くされたのです。そしてこの「買い取った」という言葉は「一度神が私たちを神ご自身のものとして買い取ったら神は絶対にそれを他のものに売り渡すことをなさらない」という非常に強い意味がある言葉だそうです。ですから私たちがもう買い取られて神のものとなったとするならばもう神のものであるという事実は絶対に変わらない。 ですここからここでも「ですから」ここでもですからが書かれていますが「自分の体をもって神の栄光を表しなさい」「御子の命」というかけがえのない代価を神が支払ってくださったそれほどまでに私たちをかけがえのないもの尊いものとして神は私たちの価値を認めてくださっている。そのように、 私のことを覚えてくださっている愛して身業をなさってくださっている神に対して心から自分自身の体を神の前にお捧げしたいと思いますそして6章の12節のところにはこれはローマ人の手紙の6章12節のところにはかつて私たちが不信仰だった時罪に支配され自分自身の欲望のままに歩んでいたしかしそのような私たちは ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけませんパウロはそのように体に関して書いていました私たちは自分自身の体を何に捧げるかそれは神に委ねられています管理することを任されていますですからこの神の憐れみゆえの勧めに従って 喜んで自分自分身を清い生きた捧げ物として捧げるるここととを選択すすができますしかし一方この6章に書かれている通りかつての不信仰な状態に何かそこにエジプトの匂いを感じ懐かしさを感じその自分自身の欲望に従ってしまうような自分自身のその体をかつて自分自身を支配していた 罪にまた逆戻りしたり、あるいは一時的にそのような誘惑に陥ってしまったり、そのようなものに自分自身を委ねてしまうならば、それは神ご自身の前におけるふさわしい礼拝の姿ではないということも覚えたいと思います。その選択は私たちにかかっている。これがパウロ学校で哀れみゆえに あなた方に勧める勧めということの意味ですこの勧めの内容はふさわしい礼拝ということで考えていますけれどもこのローマ人の手紙の7章から8章にかけてそのキリストの宮座についてまたパウロは書いています7章24節私たちの体から死の体から私を救い出してくださった 義を与えてくださったキリストに私たちは思いを向けるべきではないでしょうか。パウロ自身も自分死の経験から書きました。七章二十四節。私は本当にみじめな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。八章十節。キリストがあなた方の地におられるなら、体は罪のように死んでいても、御霊が義のゆえに命と なっていますクリスチャンといえどもまだその罪の性質を私たちは肉のうちに宿しているまさにこれは死の体と言っていいでしょうしかしその中に神は御霊を与えてくださっているすなわちそれはキリストが私たちのうちに住んでくださっているキリストがおられるのだということですですからこの私のうちに御霊おられる御霊ゆえにこの キリストご自身が私たちの命となっているまさに私たちはよみがえらされてこの御子ご自身と今一つとされているんですけれどもその御子は御霊という形で私のうちに住んでくださっているのです。ですから今の現実的に罪を犯すことがあるありうる可能性を含め,含めているこの体を持っていたとしても神ご自身は私のうちにキリストの命を 与えそそしてその命ゆえに生きる命をもって私たちは神を拝することができるそのような命をい,ただいているということです。8章の23節ではやがてこの罪の性質を依然として持っている体が贖がなわれる時が来るこれが栄華でした。8章23節それだけでなく御霊の 発砲をいただいている私たち自身も、子にしていただくことを、すなわち、私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中で埋めいています。もちろん、これが現実です。しかし、神は、キリストが私のうちに住んでいてくださる、御霊を与えてくださった。これは、あなた方への救いに関する手付金であるとおっしゃって、確かな。 契約があなた方と神との間に実現しているのだということを保証してくださっていますそしてやがてこの体の贖いに必ず私たちは預かるというこのまさに体そのものが贖がなれる時が来るということも御言葉は約束していますそのような私たちの体今はこの幕屋の中にあってうめいているかもしれませんけれどもその 死ぬべき体をも実は神ご一身の前に捧げることができるこれが神が恵みによって受け取ってくださる礼拝であることを覚えたいと思いますさてこのふさわしい礼拝の中にパウロはあなた方の体を神に喜ばれるいけにえとしてささげ物として捧げるということを書いています。神にに喜ばれるととといいうことについて考えますと これは神ご自身の御心に従って御子がまずご自身を捧げてくださいましたそして神はこの御子を本当に喜ばれました御子が受肉されその御心をこの地上で実行しつつ歩まれている時に神は天から直接御声を下してこれは私の愛する子私の心の喜ぶものである神の御心を行っているものである と宣言されれたのでですす神は御子を本当に喜んでおられますそして御子が御心の通りに見業を実行に移されたご自分を十字架に釘付けられることをよしとされて御子をまっすぐエルサレムに向けて歩まれそして人々からのさまざまな恥ずかしみをものともせずに主が十字架についてくださった。それゆえに神は 御子をよみがえらせてそして神ご自身のお心を完全に成し遂げたお方として復活を通してそれを証しされ天に引き上げられたのでしたその御子の従順ゆえに神は御子にすべてのなりまさる名を与えられたとピリピの手紙に書かれていますこの御子を神ご自身が受け入れられたゆえに私たちも 巫女ののにに神によってて喜ばれれれ受け入れられているのですですから私たちが捧げる礼拝は神が巫女を受け入れておられるほどその神が巫女に対する信頼をお持ちになっているのと同等の信頼と喜びを持って神は私たちの礼拝を喜んでくださるということができます。ゼパニア書の3章17節の御言葉にこのようにあります。 あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜びその愛によってあなたに安らぎを与え高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神はこのキリストご自身を心から喜ばれたゆえにまさに救いを成し遂げられたゆえに私たちのことをも本当に喜んでいてくださる。 実に私たちが神の見喜びの対象とされているということは本当に恐れ多いことですけれども御言葉がそう語っている以上断言している以上その通りなのだと私たちは感謝を持って本当に受け取りたいなと思いますそして神ご自身の前に私たちが心から自分自身をまさに神の前にそのままお捧げすることを通してそのなす礼拝を神は本当に 喜んでくださいます続いて聖なる捧げ物とされることをここでパウロは勧めています聖なる聖書で聖なるというのは先ほどありました私たちは聖霊の宮となっていますかつて私のうちにはまさに罪の支配があり見た目による清めを全くいただくことができない状態でありましたけれども神は私たちの家に 御霊を与えてくださいましたそしてこの世からの分離を神ご自身の恵みの御業によって成してくださったのです実に神は私たちを前もって選ぶという方法でこの世からの分離をすでに計画して確実に実行されるその備えを神のうちに成しておられたのですそしてそれは神の尊い 目的を私たちににお与えになるためでしたその目的は先ほどから挙げていますけれども神の栄光に預かる神の栄光を表すという尊い目的が私たちに与えられそのために私たちは選び分けられています。これがまず「聖なる」ということです。2つ目にに神は私に対してて日々の清めを与えてくださる という聖果の面でも私たちは主の前に聖なるる捧捧げげととして自分を捧げることができます主に対して罪を告白し清みをいただき聖果される歩みを私たちが続けていくことその生活そのものが自分自身を神にお捧げしている礼拝の歩みであることを覚えます。というのは、まあ、この後もまた 後半の心を新たにの方でも考えますけれども私たちが成果の歩みをするためには少なくとも自分自身の罪をはっきりと認識しなければなりません自分が神の前に犯した罪をはっきり認めそして心を砕き私はこのような罪を犯しましたということを告白しなければならないのですその自分の罪をごまかしたり隠したりあるいはその告白を先延ばしにしたりするのでなく あ罪を犯したということを私たちがもし認識したならば主をこのようにあなたの前に罪を犯しましたと告白することを神は望んでおられますそのようにすることは私にとって罪を告白するというのはある意味で苦々しいことであり苦しいことであり楽なことではないかもしれません、まあ、学校に勤めて いますとまあ子どもたちもいろいろなことをやってですね友達同士で謝ったりあるいは先生ごめんなさいということもありますその時にただごめんなさいというだけなら簡単なのですが私はこれこれをやりましたごめんなさいという自分の罪を告白することこれはなかなか勇気がいることですつまり自分のやったことを正直に素直に 言葉にしてその自分が罪を犯した相手に対して告白するこれは本当に自分自身が砕かれていないとできないことであると思いますそこに一切の言い訳もなくあるいはごまかしもなくありのままを正直に告白する本当にこれは勇気がいることだと思いますけれども主は全てを知っていてくださるお方であり 私たちを憐れまれるお方ですから主の前にこの成果の歩みを私たちは心から恐れを持って感謝を持って続けたいと思いますそのようにして私たちは自分自身の歩みを通して自分が砕かれていくこれこそ私たちが聖なる捧げものとされていく神はそのように私たちを見てくださるということであると思います続いて「生きた捧げもの」ということですが 私たちが御言葉から知るのは旧約の捧げ物というのは皆死んだ動物でした動物をほふって神の前に捧げたのですしかし神は私たちがキリストにある命をいただきそしてこの御子の命に預かったがゆえにこの生きている自分を神の前に自分の意志で捧げることができるその生活を通して 主に礼拝を捧げることができるものとして今選び分けてくださっていますそして神はその生きた捧げ物を喜んでくださるということをこのパウロの勧めから知ることができます私たちは自分の意志でどちらを選ぶこともできますしかし神は私たちがその生きている自分自身を神の前に 捧げることを望んでいてくださりこのようにパウロを通して書簡の中で進めてくださっています。さてここまでのことから、えー、一節を全体を総括してポイントとして考えたいと思いますが私たちは主ののれれみゆえに救われたものですそのようなものとして主の哀れみが表されるように自分を捧げる。 私たちが自分を主の礼拝のために捧げるということはどれほど主が憐れんでくださったかそのことを自分がどれほど感謝しているかそのことを主の名の上にどれほど恐れ主に心から感謝と愛を持って応答しようとしているかそこに私たちの礼拝が現れてきます。そのようにに私たたちがが自分を捧げることが救わわれたものにふさわしい、 礼拝であるこのふさわしさというのは裏を返せば自分自身の罪深さを自分がいかに神の前に意識し認識しているか、まあ、そのことと深く関係があるのではないでしょうか。そのように意識していれば神の憐れみがどれほど大きいかを私たちは感じ 喜んで自分自身を主の前に捧物として捧げ礼拝者となることができるのではないかと思いますそれでは二節の方に入っていきたいと思います心を新たに心を新たにする二千十七年版のこの翻訳では、えー、心を新たにすることで自分を変えていただきなさい 以前の第3番までは心心の一によって自分を変えなさいといとう訳でした。もうずっとこの役がですねプレッシャーとなっていた兄弟姉妹もいらっしゃったのではないでしょうか自分で心を一新してこう自分でですね気合いを入れて何かこう自分に言い聞かせて自分を変えなさい自分を変えるんだいや変わらないななかなかというジレンマに陥った方もいらっしゃるかと思いますが。 感謝のことに新しい翻訳で自分を変えていただきなさい。変える働きは私の働きではなく実は主の働きであるということになります。そして自分を変えていただくためにもちろん私たちの側でなすべきことがあります。それは先ほどから礼拝という意味で自分を捧げるとありましたけれどもこの自分を捧げ主にお任せする。 この信仰がまず大切です主にどれほど私たちが自分をお任せしたかに比例して主は私たちのうちに働くことがおできになります私たちに対しての主のお取り扱いを私たちがお受けすることができますしかし私の中には依然罪の性質が救っている自分というものがあって 変えられたくない自分変えられないでちょっとこれは取っておきたいという何か今までの肉の生活で特に自分が楽しんできたことこれは自分が本当に信じる前にこういうことやって嬉しかったなとかですねそういうものをなかなか捨てきれないそれは性質であったり性格であったりあるいは まあ日頃のですね自分の何でしょうか趣味があるかもしれませんしまあ趣味が全てもちろん悪いわけではないんですけどもその自分が神に対して後ろめたさを信じたと思っているつまりこれはどうももしかすると死に喜ばれないことかもしれないでもなかなかこれは捨て,捨てられないえ諦めきれないというようなものを持っているものがあるかもしれません。 すなわち古い人にとどまり続けようという自分の肉の性質があります自分が主の方向に向こうとすればするほど後ろ髪を引くものがあるイスラエルの民もモーセに率いられてエジプトを出ましたけれどもどれほど大きな御業を見ても彼らはエジプトが懐かしくなりああニンニクがとですね、そのことを、えー、懐かしく思うのですマナは明々だ あのエジプトのあの時が良かったと言ってですね。そこに思いを向ける人々が出てきたのが歴史的な事実です。けれども、私のうちに起こっていることはまさにそのようなことではないでしょうか。そこに葛藤があります。どちらを選ぶのか、成果の道に私たちが足を進めることを選ぶのか、それとも現状維持。よく聞こえますが、現状維持は？ 成長すべき私の命にとって後退していることを意味するのではないでしょうか。もし5歳の子供が6歳7歳8歳になっても5歳のままであるならばそれは現状維持あ現状をよく維持してますねと言われないと思います。それは後退であると言わなければなりません。そののにに私たたちはは命命預かった以上命は成長すするものです ですから私たちが成長すること、成熟を目指して歩むことを神は望んでおられます。その私たちの成長を妨げるのが自分自身の内にある古い人でありそして私たちを誘惑してくるサタンの働きです。今そこまでできているんだから十分じゃないいいんじゃないとかですね。あのそのように私たちが何かこうさらに 高みへ上ろうとする私の歩みをとどまらせるような、まあ、そのような声が私が耳にすることがあるのではないでしょうかそのように変えられたくない自分がいるという現実から主に目を向けて自分を変えていただくという神のお働きに自分自身をまずお任せする決心をすることは必要なことであると思います。 第2コリントの4章16節から18節ここに苦難ということが出てきますけれども苦しみというのは少なからず私たちの日々の中にいろいろな点から来るものであると思います。健康であったり仕事であったり人間関係であったりさまざまな苦難少なくとも自分が喜べないことが私たちの現実の中にいろいろありますがその苦難の中で 私たちが何に目を止めていくかこのことが、えー、その私たちの内なる人が日々新たにされる自分自身を変えていただく、えー、一つのこれは神御自身の方法ではないかと思われます。第二コリント4章16節から18んたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています」。 私たちの一時の軽い苦難はそれと比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです私たちは見えるものにではなく見えないものに目を止めます見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです私たちの外なる人が衰えるまあそのような私たちが苦しみと思うようなことの中にあって 内なる人が日々新たにされる方法があるその方法は見えないものに目を止めていくことである日々の私たちの現実に目をとど,とどめ続けるならばまあ私たちは外なる人がまさに私たちの感情であったり肉体であったりそれは衰え果てて疲れ果ててしまうかもしれませんしかし 永遠に続く見えないものに私たちが目を向けていくことそちらにいつも目を向けるそちらに思いを向けるそのことを考えるこのことは私たちが自分を変えていただくつまり心を新たにされる秘訣ではないかと思います。そしてこの変えていただいた自分というものはこの神の御心を求めていく歩みになっていくというのです。 これが2節のところに書かれています。自分を変えていただきなさい、そうすれば神の御心は何か見分けるようになる。さて、この神の御心を見分ける歩みということについて考えたいと思いますが、この聖句から言えるのは神の御心とは何か、すなわち見分ける生活ではないかということができると思います。私たちが主の御心をどうやったら知ることができるのか。 それは見分けるという私たちに与えられている霊的な力によるのです何を見分けようのでしょうか何が良いことかを見分ける何が神に喜ばれるかを見分ける何が良いことかその基準は御言葉にありますそれは自分の都合や世の基準に合わせるものではありません何が神に喜ばれるのか すなわち主が何を喜ばれるお方なのかこれを私たちはある場合は経験を通してそしてまた御言葉を通しても私たちは教えられていきます。二つの例を挙げたいと思いますけれども一つはエレミア書9章24節ここでは「誇る者はただこれを誇れ悟りを得て私を知っていること私は主であり神に 地に恵みと公正と正義を行うものであるからだまことに私はこれらのことを喜ぶ主の言葉主は私たちが悟りを得て主を知っていることを喜んでくださるというのです私たちが何かができることではなくまず主を知っていること主を知るというのは知識だけではなく生活の中で 主と交わり主に祈り主がどのように働いてくださるのか主は信頼するにどのような力を与えてくださるのかという日々の経験的な意味で主を知ることこのことを主をあなたはこのようなことを私の生活を通してなさってくださるのですね主をあなたの皆を心から褒めたたえますそのようなものを主は喜んでくださるというのです。 エエゼキエル書の33章11節では「悪しき者がその場から立ち返って生きること」そのような視点でも主はご自身が見喜びになることを語っておられます。彼らにこう言え「私は生きている」神である主の言葉「私は決して悪しき者の死を喜ばない」「悪しき者がその道から立ち返り生きることを喜ぶ」「立ち返れ」 悪の道から立ち返れイスラエルの家よなぜあなた方は死のうとするのか私たちは最高度から暮れていますが自分自身のうちにまだ罪の性質を宿しているものです弱さゆえに様々な罪の誘惑に陥ることがあるかもしれませんが主は繰り返し語られます私に立ち返れそのようなものを私は喜ぶ と言ってくださるのですエゼキエルを通して神が語られた言葉はまさにイスラエルの家が神ご一身に背き続けているその現状を神は預言者を通して指摘され続けましたがしかしこのようなまさに恵み深い「神は待っておられる」「あなたが立ち返るのを待っているのだ」「私は神の前に私のところに戻ってくるものを心から喜ぶからだ」と言ってくださる。 そのよううににまさに憐み深いい神でではないでしょうか私たちがいつも主のもとに立ち返っていくそのものを神が喜んでくださることを覚えていたいなと思いますそしてローマの12章に戻りますが何が完全でああるるのかを見分けるとあります何が完全なことかヤコブはその手紙の中の1章4節でこのように書きました。 苦難の中で忍耐することを学ぶことその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けるところのない成熟した完全なものとなりますヤコブの手紙は私たちの行動面をよく強調していると言われますがそれは私たちが与えられた信仰を働かせるがゆえに私たちの行いとして 外側に現れてくるものをヤコブが取り上げられているということですですからあくまでもその根拠は土台は恵みと信仰にあるという点ではこれはパウロが主張していることと変わらないと言っていいと思いますその私たちが神の前に苦難の中で忍耐するそのようなそのような神が与えてくださる日々の訓練を通して 私たちが成熟に至ることを求めることを神は望んでおられます。そして、完全なもの、これは罪を一切犯さないパーフェクトな人間になるという意味ではなくて、神の前に、神との関係において、神が成長し続けているというふうに見てくださる。結果的に神は私たちが完成された姿をすでに知っておられます。栄華される姿を神はすでに定めておられます。 それに向けて私たちが確実な歩みを一歩一歩していくときに神はそのように全うされたものとして御子を通して私たちを見てくださることを感謝して覚えたいと思います。そのように歩むならば私たちはこの世と調子を合わせない信仰生活に当然入っていくのではないでしょうか。なぜなぜらこの世と調子を合わせる ということと今挙げた何が見心か見分ける何が良いことかを見分ける何を神が喜ばれるかを見分けるという生活と相反する生活になってしまうからです。第一コリントの七章三十一節ではパウロはこのように書きました。与と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。 この世のありさまは過ぎ去るからです。私たちは世と関わらなければ生活できません。仕事も世にある仕事です。しかし関わりすぎないようにしなさいとパウルは書きました。まあ、第一コリント7章はそのような世との関わり、と結婚とかですね様々な点において私たちの選ぶ、 何を選んでいくのかということについてですね、えー、書いていますけれども私たちがそのように関わりすぎない神に喜ばれる生活を私が求めるときに私の軸足が世にどっぷり浸かることがない歩みを神は恵みによって与えてくださることを覚えたいと思います。そしししてもよくご存知ののの章17節世世と世の欲は過ぎ去りますしかし神の 御心を行う者は永遠に生き続けます神の見心を行う者先ほどから二節の中で触れられていたようなそのような歩みを世と分離した歩みを世と調子を合わせない歩みをすることこれはまさに神の見心です過ぎ去る者滅びゆく者の方に私の重心を置くことがないようにいつも主を見つめ 見えないかと見続けながら歩みたいと思います後半の2節の部分ポイントとして主が喜ばれるのは世の基準から解放され主の見思いを見分けて歩むものであるということができると思います世の中は人間的なさまざまな基準で満ちていますそれぞれの人々がそれぞれの基準で歩んでいると言ってもいいと思います 私たちもかつてはそのように歩んでいました。しかし御言葉を土台とした歩みに私たちは変えていただきました。主の御心を内におられるキリスト御霊を通して見分けまた御言葉に根ざして私たちが確信を持って歩み続けるものでありたいと思います。では一言お祈りして終わりたいと思います。